はい、皆さんこんばんは。今回、酒漬けな俺の飲酒動画、始めていきますが、今回は日本酒です。しめはりつるのね、搾りたて、の生原酒。原酒です。生です。です。用冷蔵と書いてあります。これがね、冬にね、12月か1月に、出荷されるらしくですね。これが製造年月日が今年の、1月の7日となっております。まあ、だいぶ経ってるんですが、まあ、ちょっとね、今日、いや違う、最近ちょっと行った酒屋にですね、まあ、普段行かない、行ったことない、今まで行ったことない酒屋にちょっと行ってみましたら、かなりしめはりつるのやつがいろいろ売ってまして。それでちょっとね、まあ、原酒ということで、これアルコール度数20度あります。原材料名が米かっこ国産、米麹かっこ国産米。醸造アルコール。で、値段が700、これ 20ml で、1070円ぐらいだったかな。で、ここに、生詰めですから、冷蔵庫に保管してください。冷やまたはオンザロックでどうぞ。香り高い新酒搾りたての原酒で、新鮮さが信条です。と書いてあります。で、この後ろにもいろいろ書いてあります。本製品は搾りたての生原酒をそのまま瓶詰めしたもので、製造より1ヶ月くらいはその特徴であるフレッシュな香味を楽しんでいただけます。へへ。もう6ヶ月経ってるんですが。冷たくしてまたはオンザロックでなるべく早く目にお召し上がりください。生酒は、香味が香りやすいお酒です。保管は必ず冷蔵庫でお願いします。加熱処理をしていない生酒ですので、保管は冷蔵庫でお願いします。開栓後はお早めにお召し上がりください。とかって書いてあります。まあ、こちら原酒ということなんで、普段、普通は大体日本酒ってアルコール度数15度なんですが、まあこれは原酒です。ので20度。普通のやつはこれに、仕込み水を、まあいわゆる水で水割りしてるわけですよね。普通の日本酒ってのは。それで度数を大体15度ぐらいに抑えるということなんですが、それをしていない。しくったなー。まさかこんなに時間経ってるとは。まあいいや。乾杯。うおほ。うおほ。まあ、しめはりつるはね、これかなり好きなお酒なんで。まあ、個人的にクボタンじゃねえ、クボタちゃは。八海山のね、生原酒も飲みたいんですけど。こちら、しめはりつるの、いわゆる一番安い、普通酒の、花だっけ？花ってやつの原酒なんですよ。12月から1月、冬季限定販売。原料米が500万石。と、県産一般米と。で、精米部合が60%。つまり40%削って、残ってるのが60%ってことですよね。日本酒がプラス3となっております。甘い。冷やで飲んでるんですけど、すごい甘いです。いやー、生原酒。でね、
甘さに加えて、コクもありますね。うん。で、結構米の旨味っていうか、がかなり感じられ、香りも強いです。うん。いや、これはうまい。これはうまいけど、もう6ヶ月も経っているという。うん、で、ちなみに、しめはりつるの、吟醸の生貯蔵酒っていうのが、5月から8月の夏季限定販売となってまして、そちらも飲んでみたいんですが、まあ、そろそろもう発売してるんじゃないかな。多分売ってたね。うん。これが、300ml のしか売ってないみたいですね。多分ね。うん。多分ね。わかんないけど。多分、書いてあるんですけど。まあ、300ml の瓶のやつしか売ってないみたいで。値段が540円となってます。原料米が500万石。精米部合が 50%。アルコール度数が 15% 台と書いてあります。これも飲んでみたいですね。でもね、まあ、これの話ですけど。やっぱ原酒だけあって、ちょっと、口当たりがシャープですね。目の付けどころがシャープです。うん。で、シャープで、まあ、冷やしてあるんで、あんまり、うん。ふくよかな感じはしないです。結構キリッとしてる感じなんだけど、まあ、香りとかはしっかり。うん。まあ、俺基本的にしめはりつるとか、まあ、日本酒は常温で飲みますからね。結構口当たりがまろやかで、そのまろやかさがいいっていう、ね、感じもあるんですが、こちらは、うん。すっきりの上に度数が20度なんで、結構喉がね、ピリッとくる。のと、うん。若干この米の酸味みたいなのも感じられます。うん。まあでも、うん。まあ言うてしめはりつるは一番安い花が個人的に一番好きなんで。まあ、それの原種ですから。うん。まあ、ちょっと6ヶ月も経っちゃってるのは、まあ、残念としか言いようがないんだけど。うん。まあ、ちょっとあれかな。やっぱり、しめはりつるだけあって、かなり、甘さっつうか、八海山とかに比べると、すごい、甘さが生きてる。お酒ですね、これは。結構、コクがあって。淡麗っていうより、結構下の方に味が残ってくる、ものですね。キレが、八海山に比べると、まあ、ないかな、ということですけど、まあ、そこが、うん。またいいものでもあり。うん、まあ、でも、
個人的に言うと、こっちよか、やっぱ普通の花しめ張りつるのね。まあ、言うてこれ、あれですからね。6ヶ月経ってるっていうのが、ちょっと肝ですけど。まあ、まあ、店内の、まあ、冷蔵庫の中に入ってましたけど、まあ、6ヶ月経ってますから。出て速攻で飲めば、うまいかもしんない。ただ、締め張り鶴って基本的に結構甘いやつなんで、冷やすよりもやっぱり、まあどうだろうね。まあ、そこら辺はあれですけど、常温の方がうまいような気もしますけど、ね。八海さんの、原酒、まあ、関係ないですけど、来年の夏、まあ1年後ぐらいに、日本酒の梅酒とか作りたいんで、で、日本酒の梅酒っていうか、梅酒って、そもそも、まあ、実は法令で決まってまして、度数20度以上の酒で漬けないと、いわゆる、あれに抵触しちゃうんで、法律に、ね、違反してしまうんですよ。まあなんでこういう20度とかの酒で作らないと、ダメなんですよね。でもこれは大丈夫なのかな？原酒って言っても冷やでお召し上がりくださいってなって。ねえ。冷たくしないと、冷蔵保存限定とかって書いてるから。生詰めだから結局火通してないっていうのもあるし。梅酒に使ってしまったらこれどうなんだろうね。大丈夫なんだろうか。ちょっと怪しいですね。八海さんは、絞りたての原酒がアルコール度数19度。やっぱ10月から3月の冬季限定ってなってますね。八海山、越後で早漏という名前でなってるみたいです。八海山ではなく、越後で早漏という名前で販売されてるらしい。と書いてあります。で、越後で早漏が、なんか青ラベルと赤ラベルがあって、青ラベルの方が度数が高い。赤ラベルが、アルコール度数が 17.5 度。で、しかも12月限定なのが、12月限定が赤。青が10月から3月となっています。あとちょっといろいろ違うみたいですね。赤の方が、赤があれか。純米吟醸の搾りたて原酒ってなってますね。で、多分青は普通酒の原酒ってことなんでしょう。そういうことだ。なるほど。ということで、2種類の、八海山は原酒のものが出てるみたいですね。これは個人的に両方飲んでもみたいんですけど、冬季限定ですからね。冬季限定で冷やで飲むっていうのもなかなかないし、個人的になんかやりたくない。寒い中で冷たいのを飲むっていうのがね。まあですけど。
ん？なんだこれ。すごいの発見した。日本酒とかマイナス34度。ということは、超甘口ってこと？の八海山。え？何今の？ピシンって。びっくりした。八海山の騎乗酒っていうのがあるみたいです。アルコール度数が 17.5 度。水の代わりに酒で仕込んだ柔らかで、上品な甘さの日本酒です。騎乗酒とは、三段仕込みの最終段階である、止め仕込みにおいて、仕込み水の代わりに清酒で仕込んだ少し贅沢で上品な甘さの日本酒です。うん。出来立ての爽やかな口当たりが特徴の熟成前のお酒を瓶に詰めています。お客様のお手元で重厚な琥珀色への移り変わりや熟成していく味の変化をお試しみいただくこともできますって。こんなん見たことねえぞ。300ml だけで数量限定だって。日本酒度マイナス34って聞いたことねえ。クソ甘口じゃねえか。あんま飲みたくねえな。まあ、八海山はね、実はいろいろありましたね。実はビールもあったりするのね。ビールあるし、焼酎もあるし、梅酒もあるし、甘酒もあるし、あと発泡酒も、発泡濁り酒もあるし。これ結構ね、俺の近くのとこで、梅酒と焼酎と甘酒とビールは、実はもう発見してます。あ、多分発泡濁り酒も全部あったかな。ここら辺ね、全部売ってるね、スーパーがありましてですね。うん。ちょっと、興味があるんですけど。まあ、特にビールですね。まあ、ちなみにビールなんで、日本酒というか、米は全く使ってない。全く関係ない。ただ、八海山のブランドで作った、ビールっていうことになってます。3種類ありますね。アルトっていうのと、バイゼンと、ポーター。まあ、バイゼンは大体わかる。白ビールってやつ。アルトは、まあ、多分、ただのピルスナーみたいなもんかな。それか、あれか。なんだ。なんていうの？ピルスナーではないか。多分これは、なんていうの？あれ。忘れました。ポーターはまあ、あれですね。黒ビールみたいなやつ。うん。3種類あるみたいです。うん、全部、原材料が麦芽とホップの 100% 麦芽ビールですね。という関係ない話をめちゃくちゃしましたけど、締め張りつるですよ、問題は。まあ、これ、ささっと飲んどかないと、あれですからね。あれなんで。もうちゃちゃっと飲んどきます。まあ、結局、普通の酒と違って火入れしてないらしいんで、うん。生原酒ですからね。うん。うん。これはね、ロックでいただいてみようかな、後でな。まあでも個人的に姫春水よかやっぱり、うん、八海山なんだよね。近くに原新っていうスーパーがあって、そこにその、すごいなぜか八海山推しのスーパーなんですけど、
まあ、あれ、甲信越限定に、新潟限定の、あれ、スーパーじゃなかったかな。まあ、そこがね、すごいね、八海さん推しなんですよね。うん。まあ、とりあえず、今度、締め張り通の限定、夏季限定の、吟醸生貯蔵酒ってのは買ってみます。来月の、ちょっと今金ないんで、今月のあれか、給料日に、今月末にちょっと買ってみます。うん。うん。この絞りたて原酒は、熱殺菌をしない。完全生酒のため、酵母が生きておりますので、できるだけ早めにお召し上がりください。うん。商品の裏バレには賞味期限が1ヶ月と表示されておりますが、照明を避けていただき、10度以下で保存していただければ、3ヶ月は品質に影響ございませんだって。嘘！どこに書いたんだよ。書いてないぞ、そんな賞味期限なんて。賞味期限なんてどこにも書いてないわ。製造年月日だろ。だいたい、日本酒で確かに火入れしてないって言っても、賞味期限なんて書いてないぞ、嘘つけ。バカ言え。普通にそれを、賞味期限切れのやつを売ってたってことか、おい。ふざけんなよ。このサイトちょっとおかしいな。3ヶ月でもこれ6ヶ月経ってんだよ。バカだれ、何を言ってるんだ。これちょっと後で電話して確認してみようかな、これ。本当かよ、これ。だいたい日本酒で賞味期限あるなんて聞いたことないぞ。基本的に日本酒ってね、実はあまり知らない人います、いると思うんですけど、実は賞味期限がありません。うん。なぜなら、買えばわかる。見ればわかる。賞味期限の表示がですね、実はどこにも書いてないんです。うん。書いてあるかと思えば、それは製造年月日。うん。基本的に賞味期限というのは書いておりません。確かに度数が高いんで結構ドカッときて、それでいて結構ね、なんだろうな、この酸味みたいな、なんかくどい、くどさがなんかあるんだよね、結構。くどさっつうか。うん。うん。実は結構ね、くどい味の、あれなんですよ。まあ、なんだけど、うん。うん。まあ。あ、締め張りっていうのも一応梅酒があるみたいですね。もうぶっちゃけこれ梅酒、よく考えてみると俺、わざわざ八海山で俺梅酒つけようかなと思ったけど、これ、勝手にもう梅酒作ってくれてんだから、それ飲めばいいんじゃないのか。ねえ。あ、あと、酒粕もありますね。そう、これね、酒粕の味がするんですよ、これ。結構。うん。このなんか、酒粕っていう、まあ、酒粕ってあんまり、ねえ、味わったことない人いると思いますけど。
まあ、かくゆう、俺も、多分、いや、食ったことは確かあった気がするんだよね。昔ね、超昔に。クソまずかった記憶があるんだけど。なんか、親父に、どんなものかみたいな。酒かすをね、まあ、これ酒かすですから、結局ほら、アルコールがないから多分かなり小さい時に俺飲ま、食わされたことがあった気がするんですけど。とにかくね、まずい。うん。酒のかすですからね。まあ、いわゆる甘酒の、甘酒です。酒粕は甘酒でできるようなもんで、イコール酒粕は甘酒なんです。俺甘酒大嫌いなんで。うん。これにはね、結構甘酒のね、味が結構来てるんですよ。うん。いわゆる酒粕の味が。なんでちょっとそこマイナスかな。うん。まあ。それが結局良さなんでしょうけどね。うん。それは非常にわかるんだよね。確かに。え、マジで書いてあるんだけど、他のサイトにもさ、賞味期限約1ヶ月の表示がありますって書いてあるんだけど。いや、書いてないんだけど。嘘つくなよ。どこにも書いてないじゃん。賞味期限1ヶ月なんて。嘘つけよ。いや、一応、賞味期限じゃないけど、製造より1ヶ月くらいはその特徴であるフレッシュな香味を楽しんでいただけますとは書いてある。これが賞味期限っていうことなのかな？ああ、そういうこと、そういう勝手にこいつら捉えてるけど、ああ、そういうことなんですかね。ふん。ということは、俺は賞味期限切れのものを飲んでるということか。咲きやがって。これはもう、もう一度、あれだな。飲むに限るな。あの、冬また買ってみます。これね。なんでお前夏に買ったんだと。本当に。なんでお前夏に買ってんだよ。あ、アホらしいよね。冬限定なのに夏買ってるっていう。半年経ってるのに買ってるっていう、ね。ちょっとおかしい。おかしい人間が。いやでも実際これ初めて見たんですよ、俺。これ、締め張りするの。絞りたて生原酒。初めて見たんですよ。うん。これはあれだわ。あ、ほんとだ。どっかのサイトに、あの、この裏のラベルのところがね、書いてありましたけど、確かにデカデカと、あ、でもだいぶ昔の記事ですね。2009年のブログに、はですね、写メで、弊社では製造より1ヶ月間を賞味期限としておすすめいたしますと書いてあります。デカデカと。だがしかし、今はだいぶ全然書いてない。1ヶ月くらいはその特徴であるフレッシュな香味を楽しんでいただけますとしか書いてないですね。だいぶちょっとラベルが変わったのかな？うん。みたいですね。うん。はあ。なるほど。この5年ぐらいで変わったみたいです。ラベルが。でも一応、やっぱり1ヶ月ぐらいで飲まないと、っていう
ことなんでしょうね。なるほど。ちょっと勉強になりました。うん。まあ。ね。まあでも20度ありますから多分大丈夫だと思うけどな。基本的に度数20度以上あるという焼酎ですよ。ほとんど焼酎みたいなもんですよ。20度の焼酎売ってますからね。焼酎みたいなもんですから。まあでもそんなでもないのか。焼酎はさすがに冷えしてるだろう。火入れっていうか、あれは、あれはそもそも焼酎はあれか。蒸留酒だからな。火入れしなくても、もう蒸留させてるわけだから、火入れしてるようなもんだな。まあ、それとはちょっと比べるのはあれか、あれか。日本酒やっぱりだいぶ繊細ですからね。蒸留なんてことはしないですからね。うん。あ、書いてありました。製造より、どっかのね、あの、サイトに、1ヶ月くらいはって書いてありますが、期間を過ぎてももちろん美味しくお召し上がりいただけますと書いてあります。ただし生酒ですので、用冷蔵が原則。でですね、生酒なんですが、実はもう一つありまして、生酒ね。しめはり鶴の吟醸生酒。吟醸生原酒。です。搾りたて第2弾。限定出荷の吟醸生酒が待望の入荷と書いてある。酒造公的米の最高峰、山田錦を、麹米に用い、掛け米は500万石と山田錦を使用して、醸された吟醸酒の生原酒をそのまま瓶詰めしたお酒です。つまり、しめはり鶴には2種類、生原酒があるということですね。なるほど。このお酒にも、しめはり鶴ならではの優雅で気品に満ちた香味は、健在で、完成度の高さはさすがの一言。うん。でね、完売御礼と書いてあって、次回入荷が平成27年1月下旬の予定ですって書いてあります。720ml、1903円。まあ2000円切ってますけども、平成27年1月ってことはお前、今平成26年だから来年の1月か。え？来年の1月か。なんかおかしいな。まあいいか。あんまり、あれだろ。っていうことは、まあそういうことなんでしょうね。2種類あるってことだ。生原酒。俺よくわかんないのが、生醸造酒と生原酒の何が違うんだっていう。まあアルコール度数がだいぶ違うんで、5% くらい違うんですけど。ねえ。あれ？ちょっと待ってよ。あれ書いてないな。あ、あった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 、生酒。あ、アルコール度数が今紹介した、しめはり鶴の吟醸生酒が、年1回2月冬季限定販売と書いてあります。2月か。アルコール度数が 18%。精米部合 50% の日本酒度が4.5、プラス4.5。
720ml、1762円となってます。ちなみに一番高い、締め張りするの金ラベル、大吟醸が、720ml、860円となってますからね。これも飲んでみたいな、生酒な。吟醸の生酒。720ml で1762円か。これね、1.7 倍するね。これ1000ぐらいだから。1.7 倍ぐらいするね。しかも2月か。これが1月までだから。12月から1月だから。これ終わってから次の月で、人情が来る感じか。うまいんだけどね。これはね、うまいんだけど、もうだいぶね、酔ってきましたけど。まあ、言うてね、この、宮尾酒造、株式会社なんですが、こちら村上市。新潟県の村上市ってとこなんですけど、僕の、新発田市ってとこと、すごく近くてですね。で、ちなみに新発田市は新発田市でも、俺、村上に近い方なんで、まあ村上って言うと、かなり新潟の上の方なんですが、俺新発田市の中でも上の方にあるんで、結構地元なんですよね。まあ、だからなんだって話なんですけど。なかなか、美味しい。だけど、やっぱり、ちょっと、癖があるかなーって、いう感じはあります。で、ちなみにこの、冬季限定の、が、なんかどっかのサイトだと、第1回、に販売された11月14日完売。第2回11月31日に発売して完売。第3回が12月19日に完売。販売したやつが完売。第4回が2014年の1月8日入荷と。これは完売してないということですね。なるほど。まあ、限定品ということで。そして、この、先ほど述べました、吟醸生酒。毎年1月頃、入荷予定、数量限定と。そして、夏季限定の締め張り鶴の吟醸生貯蔵酒。そして、梅酒も限定みたいですね。これは数量限定値よりは、わかんないけどね。どうなんだろう。まあ、とりあえず、今は吟醸生貯蔵酒ってのが売ってました。300ml のね。540円で売ってる。やつは、これ買いに行った時、見ました。あ、なるほど。これがあれなのかと。
今ながら思ってますし、いや、思ってますね。あれが限定なのか、夏季限定か、ということで、多分まあ、あと、結構の本数残ってたんで、まあ、大丈夫でしょう。とりあえずこれは買っとこうかな。うん。後で、今月のね、給料日にでも買っときましょうか。ああ、やっぱこれ、結構あれだわ。結構普通の花と比べるとだいぶ、いや、えぐいっていうか、結構癖がある感じですね。これはね、しょうがない。まあ、どうしてもやっぱり原種ですから、やっぱ荒々しいのはしょうがないんですよ。それはやっぱりその酒の特徴っていうことですから。でも全然うまい。最近飲んだ、なんだ。隠れ?日本酒の隠れに比べれば全然美味しいです。うん、正直隠れがね、本当に、申し訳ない。リスナーさんの人に申し訳ないんですけど、なんで隠れが逆に美味しいのかっていうのが、特徴があんまりないので、普通すぎて、ん?って感じはするんですよね。うん。これは結構コクがあって、甘みもまああるでしょう。結構甘い。香りもまあ当然ながら、ある。でも別にいい香りとは言えないですね。確かに。結構、癖のある香りがあるんで。まあでもこれは、あれでしょう。とりあえず今、欲しい壺をつけるわけにいかないです。まだ賞味期限的な意味でね。4454です。まあね。後にね、あれですから。うん。まあ、1ヶ月、賞味期限ってことなんで、賞味期限以内に飲んだのを、あとあとね、まあ、今年の冬に、まあ、あげるか、動画をあげるかわかんないですけど、個人的に飲んでみるか、動画上げて、ちょっとこの、ね、星を、ちょっと上限、まあ、上下げるか、下げるか上げるか、ちょっとしたいと思いますんでね。まあ、ご視聴ありがとうございました。